こんにちは、ミックスカフェです。今回第36回川西市での朝活、ゲストスピーカーはダニエル・ロングさんと今村圭介さん、よろしくお願いします。一人一家の人が協力してくれた。ちなみにこの人森さんって言うんですけど、ひーひーおじいさんか、ひーひーひーおじいちゃんが明治時代から、日本から行った、商売で行った人なんですね。で、子孫たくさん残して、その、ミクロネシア連邦っていう国、先のトラックとかトナカイとかヤクとかミクロネシア連邦っていう国になってるんだけど、その国を動かしているのは森さんたちなんですね。さっき言ったように前の今は違うと思うんだけど、前は大統領も森の人だったんです。女性の人だったんです。こんな感じで苦労しながら、調査をやってます。僕が真ん中ですね。学者の人生って辛いんですけど、誰かがやるしかないですね。こんなことやったり、しながらデータを集めてるんですね。ダニエル・ロングさんと今村圭介さんは共にアジア太平洋における日本語の過去と現在という本を書かれています。しますね、皆さんに一冊ずつちょっと手に取って見てもらいたいんですけど、これをパラパラ、ちょっとめくってみても、これ日本語じゃないかなと思う単語が多分目につくと思うので、ちょっと探してみてください。言語によって、日本語起源の単語が多い言語と少ない言語とあるんですけど、ちょっと見てください。英語起源の単語とかスペイン語起源の単語とかいろいろ入ってるんですけど、要は、今後ですら、この単語を使ってますっていうことがこの絵本からわかると思います。この中でめっちゃ笑ってるんだけど、これマスクの中で笑ってましたね。今すごいアピールしてましたけど全然伝わってないです。一冊ずつちょっと見て回してください。これがパチンコなんですよ。日本のパチンコって、特にこの島々が日本の一部だったのが戦前なので、時代のことも想像考えないといけないんだけど、昔のこのパチンコ、そのお金をかけるパチンコじゃなくて、鳥を取ったりするパチンコ、小動物に石を投げるやつが日本語のパチンコ、陸で使うのが日本語のパチンコなんだけど、この国社会が、みんな海に入って、食事を取るわけです。たくさん魚を取ったりするんで、陸のパチンコが海のパチンコになったということです。日本語だったら手盛りとか水中銃とか使うんだけど、パチンコ、これ一度学生にこの日本語知りませんってみんな言うんだけど、これ入っちゃう。本には日本語から来たって書いてあったんだけど、なんかの勘違いじゃないかなと思ったら、いろいろ調べてみたら、戦前はゴールデンバットっていうタバコがあったらしいですね。で、一つの種類とか、なんていうかメーカーの名前っていうか商品名だったんだけど、これが一般化してタバコそのままの名前になって、これ今複数の言語でブレアイロとかワールドとかでパッとパッとって言うとタバコのこと。で、日本では死語になってるというか、こういう商品は作られてないんだけど、向こうでその言葉が生き残ってる。ダニエル・ロングさん、今村圭介さん、お二人ともとってもユーモアたっぷりにお話しくださいました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、
チャンネル登録お願いいたします。お二人どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございました。